解決紳士様、祈りを捧げます。今こそどうか御言葉を。未知の力の攻撃を受けています。ここが凹凸大会の会場か。今からここは僕の遊園地だよ。全参加者に命じ彼を捕らえよ。の力だけでは叶わない。我々に必要なのは運命を変えられるものだ。復活させるものについて何か意見があれば。凹凸大会が中止に追い込まれること以上に厄介なことなどあるか。これ以上参加者のエナジーを育成する方法を知る者もいない。我らの新たな武器になる。凹凸大会のルールにのっとって邪魔者を排除してもらおうじゃないか。七神士が天使として復活させてくれた。ダークサイドモンスターの調査ができる。やった。これで問題も間違いなく解決だ。うん、もちろんこの世で君に解決できないことはない。
ここは凹凸ホール。ほら、ちょうど大…凹凸大会の参加者たちよ、一刻も早く侵入した闇の勢力を一掃し、次から…つまり…油断してはいけませんよ。でも、ダークサイド…それ以外…参加者がみんな行動を始めたね。何しろ今のは…でも君は参加…もちろん君の役…ちょっと…ではここはフリーパーク。凹凸大会モンスターを買っ参加者たち…そんな目で見るな。うわぁ、なんだ、どういうこと、こいつめっちゃ強い。ふぅ、危なかった。うわぁ、いっとっと。ほら見て、あそこに参加者がいる。でもただのダークサイドボアも。参加者ジン、15歳。デンゲル星15コーク出身。現在の順位、3968。そん。ベクトルアローズ！仕方ない。おい、そこのガキ。どういうこと？これがえな。バトルマップではマス目をタップすると、白色のマスは移動マスだよ。タップするとそこに移動できるんだ。試してみよう。緑色のマスは防御マスだよ。赤色のマスは通常攻撃マスだよ。タップ紫色のマスは専用スキルマスだよ。ジンの専用スキルは同じ方向にいる複数の敵ユニット。参加者ジンさん、おめでとうございます。あなたはダークス…えへん、俺ってばやっぱかっこいい。ボアを倒したぐらいでそこまで喜ぶ必要ないだ。待て、まさか…賢いね君。ポイント戦もう2回…遠出はこれが初めてのことだし、目標惑星を…実は俺…せっかく出会えた参加、選び直した本。ダークサイドモンスターって、でもまだよく慣れ…へえ、そうなんだ。おい、もし…決めた、全…さっきの穴技、もう一度教えてくれない？って言っちゃうのか？フリーパーク X13。 いいスタートが…モンスターを倒すと、ボアを何匹、これからさらに。本当に元気なガキだな。もう。このガキ、どうやらダニエル様に回復ユニットを要請して。まずい、ジンが負傷。紫色の専用スキルマスをタップしよう。後の操作は任せたよ。
どうだこの。へっへっへ。何笑ってるんだ。俺のスキルが感覚をつかんできたぞ。おい、ま。うん、あいつ。まあ確かに、どうやらこのここに来たのは正解だったね。そんな目で見つ、やった、鉄角銃だ。いやー、チビスパルタ。鉄角銃、止まれ。どういうこと。僕、早く逃げて。へえ、君天使だったのか。まあそんなところだ。あんまり似てない。でも今回のそれに、おおい、いいかが。はいはい。こいつやっぱスムーズに戦えるようにバトルマップに補給箱を用意しました。箱をタップすると入手できます。
気をつけろ。これで。やはり。なん。この鉄鋼銃は高い防御力を持っている。ジン、ここは。くらえ！惜しい！よけ。機動隊3組、41425ロボット、ダニエル様の指示。よく来てくれた！ジン、同時攻撃。二人の参加者が同時に敵ユニットを攻撃できる場合は、金色の同時攻撃マスが現れるよ。タップすると参加者がポジションを交換して同時攻撃を行うんだ。かなり攻撃力だよ。本当に手強いやつだったね。なんだ、マス。体から黒い。しかもだん。ジン。わかった。ベクトル。そういう意味じゃない。え。早っ。なんとか逃げ切れた。追いかけてきてないよね。危なかった。今のは本当に。ならこのままにしておくわけにはいかないよ。じゃないと。意外と正義感が強いな、ガキの。だが我々だけでは力不足だ。ダメです。お、誰だ。あの鉄鋼銃を傷つけない。どうして。あれは相当凶暴なやつだ。あれは彼のせいじゃありません。僕の責任です。僕の力が。一体何の話をして。僕に任せてください。おい君。変なやつだな。一体どこから来たんだろうか。見て、宝箱だ。左下の移動パネルを操作して参加者を宝箱まで移動させよう。段差は自動でジャンプできるよ。チビスパルタ、防御陣。お。チビスパルタ。どうもうまくいってないようだね。鉄鋼銃で手こずる。まったく、どいつも。大丈夫だ。俺が。
ありがとう。すいません、ご迷惑。で、一体どういうことなのか、今度こそ詳しく説明してもらえる？僕の名前は指導ゲ。指導って、まさかあの古き召喚師の書き。そうですが、僕は全然強くなくて、ずっと、やっとのことで凹凸大会に参加できて、あの鉄鋼銃もなんとか手なずけたのですが、やっぱりダメで。あの鉄鋼銃が暴走したのは君の召喚が失敗したせいだと言って。安心してください、僕がやったことなの。どうやって解決する気なんだ。シダ、俺も。このガキ待て、さっき言ったように。君まで本当に助けてくだ。ああ、みんなと一緒ならありがとうございます。どんな惨劇になるのか想像するに難く。君に言われるのが一番。放置探索が解放されたよ。一定時間後、ボタンをタップして報酬を一括で受け取ろう。ここから参加者管理画面に入ろう。ボタンをタップして参加者のレベルアップをしよう。自動追加をタップする。レベルアップボタンをタップしよう。凹凸大会では他にも充実したサポートを提供してるよ。紹介するね。ここはイベント画面だよ。